今回はリクエストのあったシューマイの作り方を紹介します。肉の旨味と油の甘みが口の中に広がり、ご飯のおかずはもちろんつまみにもぴったりです。この基本のシューマイの作り方を覚えておけば、エビやカニなどを入れたシューマイも手軽にできますよ。それでは作っていきましょう。まずは皮を作ります。材料は強力粉 100g、 薄力粉 100g、 塩1つかみ、ぬるま湯 100cc を用意します。水は少しずつ入れ、粉になじませていきます。だいたい 4,5 回くらいに分けて水を入れた粉を練っていきます。もちろんシューマイの皮は市販のものを買って使ってもいいですよ。水を入れ終わったら、そこから5分くらいかけてしっかりと練っておきます。このくらいに練れたらラップをして2時間寝かせます。肉を用意します。豚バラブロック 50g と豚ひき肉 200g を用意します。豚バラ肉は粗挽きになるようにカットします。豚バラ肉を入れることで弾力と油の甘みがアップして、ひき肉だけで作るよりも美味しくなります。もちろん豚バラ肉を入れるのが大変な方は、ひき肉だけで作るのもありですよ。バラ肉がカットできたら包丁で叩き、肉の粘りを出し、甘みを引き出します。このバラ肉の脂が入ることでジューシーなシューマイに仕上がります。だからひき肉だけで作る場合は、なるべく脂が多めのひき肉を買って作るのがおすすめです。このくらい粘りが出たら、ひき肉と一緒にしておきます。肉に味をつけます。砂糖 10g、 塩 3g、 胡椒少々、醤油 4g を入れます。野菜を用意します。玉ねぎ4分の1と長ネギ 15cm、 たけのこ 60g、 生姜 10g をみじん切りにしてまとめておきます。そこに片栗粉大さじ2くらいを入れて合わせておきます。こうすることで野菜から出る水分を抑えることができ、肉と合わせた時のつなぎの役目にもなります。粉が全体に行き渡るようにしっかりと混ぜ合わせます。このくらいにできたら、次は肉を練れます。肉は粘り気が出るまでしっかりと練ります。餃子などもそうですが、初めから野菜を入れて肉を練る方もいますが、野菜の水分が出てしまい、よくありません。ここでしっかり練ることで、肉と油が一つにまとまり、甘みがアップし、肉が柔らかく仕上がります。手の甲を押し付けるようにして、力を入れて練り混ぜる。ここは腕が疲れますが、しっかりと粘りが出るまで練り込むことが大切です。
全体が白っぽくなり粘りが出て指にまとわりつく感じになってきたら OK です。ここであれば貝柱の水煮缶やカニ缶などを入れるとさらに美味しくなります。缶詰の汁は水っぽくなるので少量だけ入れるのがいいでしょう。次に片栗粉と和えた野菜を入れます。肉とさっくりと合わせていきます。完全に材料がまとまるようになるまで混ぜ合わせます。2時間寝かせた生地のラップを剥がして皮を作ります。シューマイの皮は全体を薄く伸ばし四角くカットしていく方法もありますが、今回は餃子の皮のように1枚ずつ伸ばしていきます。生地を薄く長方形に伸ばしていきます。大体長方形にできたら1センチ幅にカットします。それを1センチくらいの正方形にカットしていきます。このように1個ずつにカットしておきます。そうしたら手のひらで潰して丸くしておきます。軽く粉をつけてから伸ばしていきます。くらいの薄さに伸ばします。シューマイを包みます。普通にヘラを使う方法とヘラの代わりにスプーンを使う方法の2種類で説明します。まずは手のひらの指の上に皮を乗せます。その皮の真ん中に具を乗せて外側の1センチ幅を開けておきます。中央にヘラの先を刺し、皮を裏返し、親指と4本の指で輪を作り、その中に刺したヘラを押し込み、皮を回し握ります。上から出てきた具をヘラで押さえて平らにします。次はスプーンを使って説明します。手のひらの指の上に皮を乗せて具を真ん中に乗せます。真ん中にスプーンの先端を刺して逆さにします。親指と人差し指で穴を作り、そこにスプーンを刺した皮と具を差し込みます。指で回しながらシューマイに軽く圧をかけながら握ります。軽く手を握るようなイメージで行います。はみ出てきた具と皮を上からスプーンで押さえて行います。底の部分もスプーンで軽く押して平らにします。こんな感じで握れました。
よくわからなかったの人のためにあと2回やっておきます。具の量はティースプーンで山盛り1杯ですね。スプーンで刺して指の輪の中に入れます。4本の指を使い回しながら握ります。底の部分もしっかりと押さえます。スプーン以外にもバターナイフでもやりやすいと思います。市販の皮を使う場合は四隅を切り落としておくとやりやすく、仕上がりもきれいにできます。市販の皮は少し小さいので、大きめのシューマイが作りたいなら薄皮に作られた餃子の皮で代用するのもいいでしょう。シューマイが握れたら真ん中に枝豆やグリーンピースなどを乗せておきます。豪華にカニ肉やエビを乗せるのもいいですね。シューマイの下にキャベツの葉などを並べ、8分から10分蒸します。10分蒸したのでシューマイが完成しました。お好みでからし醤油などをかけてお召し上がりください。今回はリクエストのあったシューマイの作り方を紹介しました。家庭で作るのは少し面倒かもしれませんが、手作りでしか味わえない美味しさに出会えるはずですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは失礼いたします。